ということで、中心市街地の話題をお届けする街中応援委員会、本日の話題はこちらです。人の気持ちを豊かにしてくれる花のある生活を、店を持たない花屋花藤ということで、本日は花屋の花藤の藤田康さんにお越しいただきました。藤田さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。アルベでは毎月第2第4火曜日に秋田雄一みんなのマーケットを開催しております。本日午後3時からの開催となります。はい、たくさんの、ね、店舗で賑わっております。こちらに藤田さんも参加されるということで、はいはい、それでは早速藤田さんのプロフィール見ていきましょう。こちらです。はい、藤田さんは井川町出身ですね。大学卒業後、建設関係の会社へ就職。通勤途中にあった花屋から花に興味を持つ。震災後に退職し帰郷。その後花の勉強する機会に恵まれる。以後10年近く生花店やブライダル会場で経験を積み、令和2年に花藤を開業。現在は一つの花から人の気持ちは豊かになる、花のある生活を原点に活動中ということで、花屋になったきっかけがもうこの花屋になりたいからじゃないですね。そうですね、はい、結構よくある、うん、お花屋さんになりたいから花屋さんの道を目指しましたっていう感じではなくて、うんうん、本当に通勤途中にあったお花屋さんの、うん、はい、まあ、一輪からちょっと元気をもらうっていう機会があって、うん、ちょっとそれが素敵だなっていう経験があったので、うんうん、まあ、それがずっと心の中に残ってて、うん、まあ、それから花屋を目指したっていう感じですかね。うん、では秋田ではなかったんですね。そうですね、うん、はい、まあ、就職先はあの西の方の、うん、まあ、言ってしまえば九州の方なんですけど、そっちの方だとちょっとここよりもお花を扱う店舗さんっていうのがすごく多くて、うん、でまあ、ちょっと自分もあまり社会人になるまではお花に興味正直なかったんですね。まあ、そんなにね、なんですけど、うん、なんかどこに行ってもお花があるってすごくなんか明るい気持ちに、うん、してもらえるなっていうのに気づいて、まあ、そこからちょっと花に興味を持ったっていう原点がありますね。うん、まあ、花ちゃん、さっきも言ったようにあの景色とかね見に行くってことで、はい、花はやっぱ好きですか？花、うん、若い時は花ってこうなんかこう道端でもどこでもこう あって、うん、当たり前みたいな感じで、そんなに、うん、あの、いや、興味って言えば、うん、なんていうの、あって当たり前ですね。あって当たり前ですね。分かる分かる。で、だんだん年取ってくると、うん、お花って綺麗だなって、うん、はいはい、こう安らぐね。こう種類もだんだんやっぱり違うような感じ、うん、綺麗な花、ね、はいはい、うん、いっぱいあるし、うん、だんだん年とともにお花が綺麗だって感じる、うん、今、うん、ですね。だから花ちゃんって歌どが歌えば花もらったりするっすか？はい、もらいますよね。うん、なかなかねえけどね。いやいや、もらうでしょうね。はい、だから俺もこの前のワンマンライブでいっぱいお花もらって。でしょう。いや、嬉しいですよ、やっぱ、うん、ね、うん。男の人だってやっぱり花束とかもらえば嬉しいでしょ。うん、いや、嬉しいですよ、それは、うん。やっぱり花は綺麗、うん、で、やっぱりこう今こう現実的にこう色のこういい花、うんうん、そしてこの、ね、このこう、うん、あれこのソドサツの葉っぱとか、うん、そういうのもいいよね。あ、それも込みでね。あ、確かにね、うんうん、もらえていいな。はい、花ちゃんに花を贈りたい人はぜひ、はい、しなちゃんに送ってください。はい、花欲しいっすよね、花ちゃんもね、やっぱり、うんうん、いやでもすごいですね、その仕事の通勤途中で見た花で、はい、一気にこうあれなんですね。まあ、徐々に一気にっていう、徐々になんか試しに、うん、一つ買ってみたら、ほう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 、なんかあった方が華やかだし、うんうん、気持ち的にもちょっとお世話してる時とかも、うん、まあ、簡単なあの水替えとかですけど、はい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 、なんかやってる時結構リラックスできるなっていうのがあったので、うん、なんかそれを皆さんにもちょっと経験して知ってもらいたいな、うん、先ほどあのやっぱりアーティストの方とかだとお花をいただく機会って普通の方より多いと思うので、うんうんうん、やっぱしもらった時嬉しいなっていうのはすごく実感を伴う経験があると思うんですけど、うん、今の若い人たちなかなかそういった経験も機会も、うん、少なくなっているので、うん、確かにね、うん、そういったところで一輪からでも、うん、まあ、何かそういうきっかけみたいなことで、うん、気持ちが豊かになるよってことをちょっと伝えていきたいなと思ってやってます。うんうん、なんか花の文化ってその違うんですかね、その西の方と秋田って。そうですね、なんか飾、うん、やっぱり冬の期間が長いっていうのもあると思うんですけど、常に飾ってられるっていうのがちょっと西の方だとよく見受けられたっていうか、うん、あったので、うん、まあ、そこのギャップにもちょっと
自分はびっくりしてっていうのもありますね。花屋さんがもうそもそも多いんですか？多いですね、やっぱり。あと流通量もとても多くて、はい、なんかこっちじゃ見た時ないような花とか。面白いの、ね、正直全然興味なかったとこから興味持つぐらいには、あれ何これっていうのも経験であったので、なるほど。そして、震災後に退職し帰郷、その後花の勉強する機会があったということですけど、これどういった機会だったんですか？そうですね、まず震災後帰ってからちょっと仕事がなかったので、何かやることないかなと思った時に、やっぱり心の中にどっかお花が引っかかってたので、何かないかなと思って探していたら、職業訓練っていうんですかね、ああいったところの、あのお花を使ってちゃんと勉強できますよって機会があったので、ダメ元でやってみるかと思って応募してみたら、案の定男性が少なく、周りみんな女性の方で、女性の方が多い職業というイメージですもんね。でもやっぱり教えてる方とか先生とかって結構男性の方がいる業界なので、そこは全然違和感なく、楽しく勉強することができて、それからやっぱりちょっとずっと花の道続けてるって感じですかね。やっぱ男性と女性だと感性がね違うから、そうですね、感性の違いもありますし、でもやっぱり男性女性というよりもその人が持ってる、その人のものか、その人のもの個性っていうのがすごくお花出やすいのかなって思ってます、やってみてですけど、なんか自分で花、例えばこうやって花束作ってくださいってなった時難しくないですか？でもね、こうやっぱり色の好きな人いるじゃないですか。私ピンク好きとか白とか、例えばそういうのというのをこうやっぱり取り入れて、それにこのなんだか白いこうポンポンとしたのあれなんだっけ、かすみ草かな、惜しい惜しい、それとかそういうのをこうあと葉っぱとかこうつけて、こうってもらって、ああいうの そのアレンジがやっぱり大事だよね。花の勉強とかもやっぱすごいしなきゃいけないですよね。そうですね、実際基礎を習って、あとはなんかその働いた先でちょっと昔のは目で見てみするみたいなのも やったっていうのもありますし、でもやっぱり作りたくてブライダルっていう業界に行って、ちょっと頑張ってたりっていうのも、だから職業病じゃないですけど、例えばこう 花束とか花飾られてるのを見て、うわあのアレンジいいなみたいな、もうなったりするっすよね。ありますね、ちょっと周りの人はみんなうまいなぐらいの気持ちでやってるんで、逆にこれちょっとセンスねえなみたいなのもあっちゃうんじゃないですか？あんまり強い言葉は言えないね。こういうもちろんこうしたらいいのになとかやっぱ気になっちゃうんですよね。でもちょっと、そういうのを見かけたりすると、うちのとこで使ってほしいかなとは思ったりはします。花藤は店舗を持たない花屋ということですけども、こちらなんでこう店舗を持たないでやってるんですかね？ちょっとあんまり大それた理由はなくて、単純に自分の始められる、資金というか資金繰りのところで、店舗なくてもちょっと今の時代だったら、そうですね、ちょっと時代の流れに乗ってみようかなみたいなところもありましたし、ちょっとそういったチャレンジも含めてっていう形でやってますね。なるほど。でお客様 この希望する花を提供したいだったり、こう相談に乗れる花屋であるっていうことをこうテーマに、お仕事されてると思うんですけども、藤田さんが、作った花のちょっとねこうお写真を見ながらいろいろお話を聞いていこうと思います。こちらでございます。はい、これは藤田さんアレンジの花です ね、 そうですね。これは開店祝いでってことでご注文いただいた形になってますね。なんかどういったテーマっていうか、開店のお祝いの、やっぱり、お祝いなんで、いろんな色を使って華やかに、でこれ確か春か夏前だったと思うんですけど、それの季節に合ったお花とか、何本発信か1万円ぐらいですね。お金直接ね、例えばやっぱりそう、私たちこうもうしょっちゅう使うので、そうですね、こういうのって大体年段的に分かるもんだな。大体そうですね、直接花屋さんはお客さんには絶対言いませんけど、ここだけの話だった、ここだけの話で、なるほどね。写真次続いてはこちらですね。こちらはどういった、そうですね、これはちょっとそれこそ今回やってるアルベの唯一の方で知り合った方の、ちょっとご親戚の方が亡くなってしまったということで、その方がジャイアンツとか好きで、野球とかも好きだということで、ちょっと丸いお花とか使って、野球ボールじゃないですけど、なるほど
まあ、あとオレンジ使ってほしいなっていう思ったんで、うんうん、まあ、そこであのジャイアンツカラーっていうか、うん、系統を使ってちょっとオレンジ入れてみたって感じですね、うんうん、まあ、予算とかにも合わせてあの、うんうん、数とかはちょっと変わるかもしれないんですけど、みんなやっぱり予算なんだね。まあね、そうですね、それは大事なところですよね、まあ、それはちょっとあのちゃんと連絡っていうか、うん、注文の際に相談してもらえれば、あ、まあ、できるできないもありますけど、うん、なんとかやっていきたいかなっていうふうにはやらせてもらってますね、うん、なるほど、はい、続いて、きれいきれい、あ、こちらはまた綺麗ですね、ありがとうございます、これもアレンジメントで、うん、これも確か開店祝いで送りたいって言った方がいて、うん、ちょっとこれも明るい目の色でパステル系でっていうそのありましたね、本当、はい、綺麗になんか咲いてる時のね、いいところですね、花たげそうですね、あのやっぱりうちの店舗がないっていう形で営業してるんで、うん、まあ、常にあの注文いただいてから仕入れてるという形なので、なるほど、あの全然他の花屋さんとかでも正直長持ちすることは自信ないんで、あ、そこが有利になるんですね、そうですね、まあ、なので、まあ、ちょっとしたタイミングの調整とかは必要で、 ある程度在庫持ってたりとかしなきゃいけないんですけど、あ、まあ、気持ちあの他の花屋さんとか、うん、あの全部自信あるかなって思ってます、うんうん、はい、そうだよね、そのタイミングでも大事ですもんね、そうですね、なかなか難しいんですけど、ね、管理のね、ところに、はい、お問い合わせも今出てますので、そうですね、やってますね、はいはい、ぜひ見ていただけたらと思います。ということでですね、実はですね、椎名ちゃんスタッフからなんかお願いをされたということで、どんなお願いされたんですかね、あ、そうですね、はい、今回、花ちゃんにこれからも、はいはい、あの元気に歌を歌ってほしいということで、あの元気の出るお花をあげたいんですがと相談もらいまして、ちょっと作ってきたので、お、はい、ということで、はい、お茶さんから花ちゃんへ、本当に、はい、かわいい、はい、どうぞ、お大好きなんです、はい、あ、よかった、すいません、ありがとうございました、あ、ぬじきれ嬉しい、よかったね、花ちゃん花欲しいって言ってたから、うん、ああ、よかったです、まあ、なんか迷惑かけました、あ、ちょっとアレンジ代出てるんで、あの消してもらっていいですか、嬉しい、嬉しい、3000でこんな可愛くね、一応参考価格って形になるんですけど、はい、3000出す、ありがとう、新月でオフ、ありがとうございます、そうですね、あの花ちゃんがこれからも、ね、元気にあの、はい、やってほしいっていうところであれですけど、また藤田さんからもちょっとお話聞きたいと、どういった気持ちでこう作られたんですかね、あ、やっぱりあの明るい気持ちっていうことだったんで、うん、まあ、黄色とかオレンジとか明るい色を使って、うん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 、で今回あのちょっと自分もケースあの入れ物とか探してみて、まあ、何かちょっとお出かけ気分になるかなと思って、ちょっと取っ手付きのカゴとか、嬉しい、まだ和気柄、和気柄いっぱい、まだ、まあ、こう性能があると頑張って頑張ってうそう大きくしてくださいね、はい、応援します、ありがとうございます、嬉しい、いやいや、これこうなんか持って帰るのも嬉しいですよね、うん、こういったなんか、はい、ね、大事にします、持ちやすく飾りやすいから、はいはいはい、ありがとうございます、ね、はい、ね、話良かったね、はい、いただきます、では続いて藤田さんが力を入れている商品の紹介をちょっとしていただけるということで、こちらも画像見ながら、はい、おお、そうですね、今ちょっと力を入れたいなと思ってるのは、うん、あのお花のある生活っていうのもそうなんですけども、うん、お店の方にお花を飾っていただければ、うん、またもうちょっとお花の持つ力でお店の雰囲気も明るくなったりとか、うん、まあ、店主さんとかお客さんの気持ちもちょっと明るくなるかなと思ったので、うん、ちょっと今後ディスプレイとか力を入れてやってみたいなと思って、うん、まあ、今ちょっと映してもらってるんですけど、まあ、美容室さんとかそういったところに今ちょっとPR してる形になってますので、うん、ぜひ興味のある方は、うん、あの先ほどの QR コードとか、うん、ありますので、ね、はい、うん、そちらの方からお気軽にメッセージを届けていただければと思います、うん、やっぱお店とか行ってね、こうやって花飾られてるとなんか気持ちもね良くなるし、はい、そうですね、うん、あの最近はドライとか造花とかも多いですけど、あ、まあ、やっぱりあの生花であるっていうことのメリットっていうのも間違いなくあると思うので、うんうん、そういったところで気になっている方はぜひ、うん、はい、もう見たことないかなそうですね、結構あの自分もあの気になって、自分がそれこそ市場に行って仕入れてるんで、自分もなんだろうと思って気になったお花とかはちょっと使ってみたりとか、はい、まだちょっと勉強中の身なんですけども、やらせてもらってるって感じですね。花ってざっくり何種類ぐらいあるんですか。いやー、ちょっとガーベラ一つで言っても
2000種類超えてそうなんですかってるって話はすいませんちょっとあんま適当なことは言ってますけど相当な数があるって1種類の花でもそれだけあるんでちょっと全体で言えばいくつあるのかちょっと正直把握がしきれてますじゃあそうですね藤田さん自体もこうやって興味ある花を、ね、あそうですねなんかやっぱり常にあの意欲的な生産者さんたちとかが常に新しい品種とか作ってますんで、うんうんまあ、そういった、まあ、やっぱり花として趣味を持っていただくと、うんまあ、そういう常に新しいものとか、うんまあ、そういった形の取り入れることができるんで、うんうん、気持ちもやっぱり新しくリフレッシュできるかなと思ってます、うんうんいやでもこの建設会社のとこに就職してなかったら人生がまた全然そうですね何が起こるか分かりません正直自分も20代の頃とか自分の花になるとは思ってなかったんで、ね、分かんないもんすね、うん、でそれをで、ねまあ、花見て心がこう動いてそれを、ね、仕事にできてるから、ね、今、はい楽しいですよね。そうですね。やっぱ花作ってる間すごく楽しいですね。ね、で注文がすごいあのいっぱいね、うん、あの来ると嬉しいですよ、ね。そうですね。なんで、うん、ぜひ皆さんよろしくお願いします。このね藤田さんの一生懸命こう PR してください、うん、ね。ね。こちら。はい、そうですね。はい。まあ人柄もあると思うんでね。このなんか話しやすいじゃないですか。はい、なんか話をね優しくこう聞いてくれてね。ねはい。はい。ここでじゃあ最後に藤田さんからですね、はい花藤の PR をぜひもうどれぐらい喋っても大丈夫です。はい。お願いします。はい、そこまで長々と思います。今一応あの QR コード出てます。はい、あのインスタグラムをやってまして、うん、で最近ホームページを今日、うん、今日かなちょっとリニューアルで公開したので、はい、まだ全然準備とかは、うん、あのそんなに終わってないんですけど、うんまあ、ちょっとチェックしていただければと思います、うんまあ、そちらの方からでもあのインスタグラムからでも、うん、あと電話番号とかからでも注文できますので、うん、まずお気軽にあのどんなのがあるのかなっていうような方、うんご相談に乗りますので、うん、ぜひ花藤の方をご利用ください、はい、よろしくお願いいたします、はいね、花ちゃん、ね、本当いや似合うもんねこの花さ花ちゃんといっぱいいっぱい皆さん朝から忙しくなるよ、うん、そんなにしのちゃんすごい視聴率今願ってますあ、ね、あでもあの秋田雄一みんなのマーケットね今日もあの藤田さん出店されるということで、はい、そこで直接行ってちょっと相談ねあ全然 OK です、ね、あと、まあ、今回はちょっとあの花ちゃんのアレンジに使ったお花とかを持ってきてるので、うんうんまあ、あのそういったかとものを使って、うんまあ、そのブースの方で、うん値段に合わせて作ったりってやってますのでぜひぜひいいですねはいなんか この金額でどれだけやってけるみたいな言い方をね俺も結構しちゃうんですよそれだけでいいですね、うん金額じゃないんですけどね、はい、金額じゃないんですけどもやっぱ花を送るっていうのはねそうですねやっぱあげる方も嬉しいし花屋さんって、ね、嬉しいあまりこう曲げるんだあ分かる分かるそれ曲げるなそう値段の割にさサービスしてくるよそうそうそうね花屋さんなまあ、やっぱり基本的に花屋さん誰かしら喜んでほしいっていうスタンスが多分どの花屋さんもあると思うそれで固くないでいいよいいよいいよいやそれだけの金だからあとやらねえっすそっていう花屋いねえもんな、うんうん、とっても親切内容にもよるとは思うんですが一応やっぱしね人を喜ばせたいなと思ってやってる花屋さんがだいぶ大勢だと思うので嬉しい嬉しい、はいね、みんな嬉しいよ、うんそうね、これ見てね花を送りたいなと思ったら、はい、何気ないあれでもいいと思うんですよね、はい、そうですね本当一輪あるだけで本当に変わりますんで、うん、あの何がきっかけで変わるかもわからないんですけど、うんまあ、ちょっとした一輪で、うん、あの本当に気持ちが前向きになったりするので、うんまあ、なんかちょっと変わったこととか、うん、手なんか新しいことに手出してみたいなって方、うん、あの本当一輪300円とかすごく安いお値段でやりますので、うん、でそれが1週間2週間長持ちする場合もありますから、うんまあ、ぜひ本当に一度手に取っていただきたいなと、うんはいはい、思います、うん、ありがとうございますということで、本日は、店を持たない花屋花藤の藤田さんにお越しいただきましたありがとうございました。ありがとうございました。